はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、a u p イでポンタポイント最大20%還元、タヌキの大恩返しキャンペーン12月から始まるということで、今回は a u p イのキャンペーン情報についてですね。この動画では a u p イのキャンペーンに加えて、ちょっとしたお得な取り組み方もですね、解説しますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで今回こちらですね、タヌキの英雄ペイ大恩返しポンタポイントあげちゃうということで、まあ、結構面白いタイトルなんですけども、まあ、こちらのキャンペーンなんですが、2020年の12月から2021年の3月まで開催がされるということになっております。で、今回はこの12月の開催キャンペーンということで、4つのキャンペーンが発表されました。それが今回こちらの4つのキャンペーンとなっております。で、上から順にですね、どんな感じのキャンペーンになっているかサクッと解説をします。 まず最初に一番目の松本清のキャンペーンからですね。 じゃんということで、松本清で a u ペイコード支払いでお支払いすると、ポンタポイント最大20%還元というキャンペーンとなっております。詳細がこちらとなっております。期間がまず12月の1日からスタートして、12月31日までの今年いっぱいのキャンペーンとなっております。で、上限なんですけども、1AUID あたり1回の上限が500ポイントまで、で、期間中トータルで1500ポイントまでが付与上限となっております。なので、1回の決済で2500円分決済したら500ポイントがもらえて、 期間中7500円分お買い物したらトータルで1500ポイント分がもらうことができるということになっております。嬉しいですよね。松本清志で20%還元というのは。付冬時期に関しては2021年、来年ですね。2月の末頃ということになってます。付与されるポイントはポンタポイント。で、支払い方法なんですけども、コード表示かスキャンということですので、自分の普通に a u ペイのバーコードを見せるか、それでか、コードを読み取るか、どちらかとなっております。 で、この松本清のキャンペーンで、ちょっとですね、抑えておきたいのは、この対象外の店舗なんですけども、今回要チェックということで、こちらが対象外の店舗となっております。まあ、結構ですね、見た感じ多いんですよね。で、パッと見る限り、なんかこう、モール的なところが、なんかこう、対象外になってるっぽいんですよね。例えば僕の場合は福岡に住んでるので、キャナルシティであったりとか、マリノアシティとか、まあそういったところが、この松本清の20%還元の対象外となってます。なので、もしこのキャンペーン参加される場合は、 ご自身がよく利用する松本清が対象外か、対象かっていうのはしっかりと確認した上で参加してみてください。続きまして2番目のホットモットの20%還元キャンペーンですね。じゃんということで、ホットモットで au ペイでお支払いすると、ポンタポイントを20%還元キャンペーンということですね。これ個人的には結構嬉しいキャンペーンです。で、詳細なんですけども、まず期間が12月の1日から12月16日までの約半月ぐらいのキャンペーンとなってます。なので、ここ間違えないようにしてほしいところですね。で、続きまして上限なんですけども、 1, 1 AUID あたり、 期間中トータルでポイントまでが付与されるとでですね、ちょっとここ細かいところなんですけども、キャンペーンポイントが19.5%、これ発数切り捨てということと、プラスベースポイントの0.5%、200円ごとに1ポイントということで、まあ、ちょっとですね、細かい計算省くんですけども、大体7500円ぐらいで上限に到達するので、まあ、ホットマットでそんなに7500円も使うかどうかっていうのは、2週間で使うのはちょっと難しいかもしれないんですけども、とりあえずまあこれぐらい使ったら上限の1500ポイントに到達するということになります。 なので、よく利用される方はですね、ここは気をつけてください。続きまして、付与上限なんですけども、2021年の2月末頃、こちらもポントポイントが付与されます。で、支払い方法なんですけども、こちらも松本清と同様に、バーコードを見せて決済するか、もしくはスキャンをして決済をするか、というどちらかになります。 で、なんとですね、この12月16日までの20%還元が終わった後に、12月の17日より第2弾もなんと開催がされます。一応ですね、情報が出ておりまして、第2弾、ホットモットで税込500円以上の AUP コード支払いで使える100円引きのクーポンを先着15万人にプレゼントされるということになってます。で、期間は12月の17から12月31日までの、まあこちらも半月ぐらいのキャンペーンとなってます。まあホットモットで税込500円以上って結構サクッといっちゃうかもしれないので、 もし、ほともとよく利用される方であれば、AUP 決済が17日以降もちょっとお得かなと思いますね。ちなみになんですけども、ほともとでもなんかポイントサービスみたいなものがありまして、まあ、ちょっと細かくはお伝えしないんですが、もし、普段からね、ほともと利用される方であれば、サクッと登録をしたら、会員証提示するだけでポイントが貯まりますんで、ぜひこちらも併用して使ってみるのもいいと思います。次3番目、OK で20%還元ということで、じゃんということで、AUP コード支払いで税込200円以上のお支払いすると、最大20%のポンタポイントの 還元というキャンペーンとなっておりますまあ、僕が住んでる九州にはこの OK というお店がないんですけども普段からねこの OK を利用される方は結構お得なキャンペーンかなと思いますで細かいところなんですけどもまず期間は12月の1日から12月31日までの12月いっぱい今年いっぱいのキャンペーンとなっておりますで上限付与上限なんですけども 1AUID あたり1回の決済で800ポイントまでそして期間中トータルで2500ポイントまでとなってますまあちょっとここ円って書いてるんですけども2500ポイントの間違いですねで一応こんな風に内訳として なるんですがだいたい1回の決済で4000円分決済したら1回の800ポイントの上限に到達して期間中トータルで7500円分のお買い物をしたら期間中トータルの2500ポイントに到達するということになってますで付与時期に関しては2021年の2月末頃こちらもポンタポイントが付与されますで支払い方法なんですけどもこちらも バーコードを提示して決済するタイプもしくはスキャンをして決済するタイプのいずれかになります。で、最後4つ目の百貨店アパレル10%還元ということでこちらですね対象の百貨店アパレルショッピングセンターで aupay でお支払いするとポンタポイント最大10%還元キャンペーンとなってます。で、細かいところなんですけども期間は12月の1日から12月31日までの今年いっぱいのキャンペーンとなってます。で、付与上限に関しては 1auid あたり1回に500ポイント までそしてこちらも間違えてるんですけども、期間中トータルで2500ポイントまでとなっております。なので、1回のお買い物で5000円分のお買い物をしたら、付与上限の500ポイント分に到達して、期間中トータルで2 5000円分のお買い物をしたら、2500ポイント分の上限に到達するということになってます。で、付与時期に関しては、2021年の2月末頃、こちらもポントポイントが付与されます。 で、対象店舗なんですけども、ちょっとこれ一部抜粋してるんですが、ユニクロであったりとか、パルコとかロフト、こういったお店が今回対象となります。ちなみに一覧で出すとこんな感じですね。まあ、このキャンペーンのタイトルにもあるように、ショッピングセンターとかアパレルがほとんど多いかなという感じですね。まあ、僕が見た感じは、結構ま、福岡のお店が多いなと思いまして、アミプラザの博多であったりとか、キャナルシティとか、 あと、イムズとか、ユニクロもそうなんですけども、マリノアシティとか、まあそういったところが、僕が住んでる福岡であれば、対応してると。あと、天神の地下街とかも対応してるっぽいですね。なので、まあこういったところが対象ということになります。で、対象の支払い方法なんですけども、これいくつかありまして、とりあえず公式ページには、a u p の QR コード決済、もしくは a u p のプリペイドカード、a u p のクレジットカード、そして a u p のクイックペイの決済ですね。で、ちょっと見ていただきたいのはここなんですけども、この部分。 百貨店、アパレル、ショッピングセンター、AUPE キャンペーン、等キャンペーンで a u p a カッコ、コード支払い以外がキャンペーン対象になる店舗ですということで、まあ何が言いたいかというと、店舗によってですね、対象のお支払い方法というのが若干異なってくるんですよね。全部が全部クイックペイの決済ができるのかとか、全部が全部 AUPE のプリペイドカードで決済して10%分の還元がされるかっていうわけじゃないので、ここはちょっと先に押さえておきたいとこではありますね。 で、こちらの情報は11月の28日時点の情報という風に出てますんで、場合によっては変更になる可能性もあるということになってます。まあ、例えばで言うと、先ほどま、例に出した福岡のお店であれば、このキャナルシティ博多っていうところがあるんですけども、そこの場合は a a p のクレジットカードであれば対象と、そして a e p プリペイドカードも対象ということになってます。ですけども、AUPay のクイックペイ、もしくは AUPay のクイックペイプラスの決済をしても、これは対象外ということになりますんで、もしこのキャナルシティ で a ペイで決済する場合は基本的には QR コード決済もしくは AUP のプリペイドカード AUP のクレジットカードこういったものが対象ということになりますこちらもしっかりと事前に押さえておいておきたいところですね先ほどお伝えした対象のお店でもし AUP のクイックペイもしくはクイックペイプラスが対象であった場合今現在開催中の月ペイのキャンペーンと併用可能ということになっているんですよね まあ、こちらは店舗によるんですけども、まあ僕がね、ちょくちょくクイックペイのキャンペーンの解説をするときに、こちらのキャンペーンをお伝えしていると思います。今ならクイックペイ、アップルペイとかそういったもので払うと、抽選で1万名様に5000当たるということになってます。まあ1回税込み1000以上を決済したら、1万人に5000が当たる。なおかつ、ご利用合計5回で当選確率が5倍のチャンスということですので、もし先ほどお伝えした対象の店舗でクイックペイが対応、対象になっていれば、このクイックペイのキャンペーンと併用して使うこともできますので、 結構お得に効率よく参加できるのかなというふうに思います。なので事前にですね、この百貨店アパレルショッピングセンターの au ペイの10%還元にご自身がよく使うお店とか利用しようかなというお店がクイックペイが対象かどうかっていうのをしっかりとチェックした上で効率よく参加してみてください。 まあそんなこんなで今回は AAP の結構大きめのキャンペーンですね。たぬきの大恩返しというキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。いや僕としたら結構このマツキヨとあとホットモットそしてまあ百貨店アパレルショッピングセンターであればまあユニクロとかもちょくちょく利用することがあるのでまあこの3つのキャンペーンをうまい具合にちょっと使っていこうかなというふうに思っております。まあ上限はそれぞれね設定されてるんですけどもそんなに無理なく上限いっぱいね使わなくてもいいと思いますんでまあ普段の日常でちょうどいい ぐぐららいい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 のお買い物をさされれるとと思思ままますすんんでで皆ねそかなという,ふうに思います結構ね、この au ペンに関しては、まあ今現在も開催中のローソンのキャンペーンあるんですが、結構インパクトのあるダーンっていうキャンペーンがなかったんで、結構個人的には嬉しいなというふうに思いますね。で、しかもそれが3月まであるってなるので、この後にどんなキャンペーンがまた繰り出してくるのか、どんな風なキャンペーンが開催されるのかっていうのは個人的にはめちゃくちゃ楽しみではあります。 で、先ほどもちょっとお伝えしたように、まあ、キャンペーンそれぞれによっては上限であったりとか、開催される期間っていうのがちょくちょくバラバラなところもあったりするんで、そこは事前にチェックした上でしっかりと参加してみてください。一応今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクに関しましては、下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。実は前足あったんですよ。